親方、頼まれてた小麦30袋運んできました。いえいえ、これくらい楽勝ですって。私、体力だけには自信があるんです。あれ、バイト代いつもより色をつけてもらってるけど、いいんですか？ありがとう、親方っていい人だね。何かあったらまたいつでも声をかけてね。おっとラッキー、早速またお呼びがかかったよ。今日は稼ぎ時かもね。で、どんな仕事かな？荷物運びから子供の世話まで何でもやるよ。言ってもいいけど、ただ働きはごめんだな。拘束時間に合わせた正当な対価を要求するよ。商談成立だね。私は荒比奈優香、給料分はちゃんと働くから、どうぞよろしく。ご破産で願いましては、3600×365×140。結構な数字になるな。こりゃ大変だ。1回の戦闘にかかる費用の計算だよ。武器弾薬はおろか、輸送費や食料代だってバカになんないし。戦争は経済力が物を言うって言うけど、その辺を気にしてる人は案外少ないんじゃないのかな。私に兵団を任せてくれれば、無駄なく効率よく戦えるように努力するよ。任せてよ。それじゃあ見積もり書を作るね。計算にかかった人件費と諸費用は時給換算にして、後でまとめて請求するね。当たり前だよ、労働には対価が必要だもん。ただほど高いものはないって言うでしょ。お褒めに預かり恐縮です。毎度ありがとうございました。隊長さん、しばらくぶり。元気だった？私はご覧の通り大忙しだよ。汗だくになって何をしているのかって？市場で稼ぎ先を見つけてね、お手伝いをしてたんだ。野菜がいっぱい詰まった木箱を倉庫に運ぶ。相場よりちょっぴり安く働くのがミソなんだ。世界の健全な経済活動に一役買ってるわけだから、感謝状くらいもらっても罰は当たらないよね。おじいさん、大丈夫ですか？どこか体の具合でも？それは大変ですね。よかったら私たちがお手伝いしますよ。ひどいな、そんなことするわけないじゃないか。俺が運ぶのかって？当たり前でしょ。なに、キツネにつままれたような顔をしてるの？他に誰がいるって言うんだよ。時は金なりって言うでしょ。人助けなんだから、さっさと運ぶ。いやー、人助け
んの。ちゃんと付き合ってあげたでしょ。それだけでも出血大サービスだよ。だって世の中お金が全てでしょ。お金さえあれば何でもできる。食べ物だって買えるし、病気になっても病院に行ける。お金さえあれば幸せになれるんだよ。私はそう信じてる。私も出撃するの？だったら危険手当と深夜手当を請求するけど、それでもいい？わかったよ。じゃあ報酬の話は帰ってきてからにしよっか。増加中、支えきれない。まさかこんなところでやられるなんて。これじゃ終止決裁表は大赤字だわ。本当に私ここまでなの？了解。私を助けてくれたの？私を助けたって一円の得にもならないのに。隊長、話があるんだけど、ちょっといいかな。この前、もうダメかと思った時、隊長たちが助けてくれた。そして、隊長はこう言ったよね。仲間の命は何者にも代えがたいって。あれからずっと考えてたんだ。ひょっとしたら、私は間違っていたのかもしれない。お金さえあれば何でも手に入るって思ってたけど、そうじゃなかったのかもしれないね。お金では手に入らないもの、例えば信頼とか。隊長が助けに来てくれた時すっごく安心した。隊長がいてくれたらもう心配いらないって。あんな気持ちになったの生まれて初めてだったよ。隊長はきっと他の女の子たちからも信頼を得ているんだろうね。すごいな。大変です。市場エリアでミゼレムが暴れてるって。逃げ遅れた人もいるみたいです。なんだって？して。わかりました、任せて。肩に捕まってください。おじいさんにも感謝されちゃった。逃げる途中に
怖くないですかって聞いたら、お前さんを信じてるって。誰かに信頼されるのってこんなに嬉しいことなんだね。